チェジュオールレ8コースの主要地点をご紹介いたします。まず、スポット1、ヤクチョンサです。ヤクチョンサは東洋最大の発島があることで知られるお寺で、庭から見えるチェジュの海岸の展望が素晴らしいところです。外から見た発島の雄大さに圧倒されますでしょうが、中を見ないで帰ってしまうのは少しもったいないので、ちゃんと中まで見ていきましょう。発島の中に入ると、内部は高さ25メートルで、 三階建ての大きな構造になっていますがビルシャナ仏を祀っている大弱光殿の両側に薬師如来と阿弥陀如来が共にいて後ろには仏の絵がありますが複雑に描かれておりめったに見られないものだそうですもう少し詳しく見ませんかそれでは左右にある階段を登って上に上がりましょうそこには八頭を支えている大きな柱に 極宝を加えて天に昇る金の龍と青の龍が彫刻されています。2階にはお寺を作るときに、お坊さんたちが作った八万体の菩薩が展示されていて、3階には5個の林蔵がありますが、お坊さんたちは林蔵を回すことで徳を積むと教えられています。登ったところから反対側に降りると、500百羅漢が祀られている羅漢殿がありますので、ぜひ見てください。 薬ンサでは寺院の日常と修行者の生活が体験できる経験プログラムに取り組んでいますお寺に泊まりながら質素な建物やお茶をいただき自分を振り返るときを持つことができます普通お寺の体験プログラムは山に囲まれている場所で行われていると思いますが薬ンサでは見晴らしの良い展望と緑があふれている場所なので休憩と修行を同時に体験できる素敵なところです 次はスポット2チュサンジョルリとペリンネオルンチュサンジョルリとは日本語の中上雪理のことを言いまして溶岩が冷める時に六角形に固まってできた柱のことを言います勢いよく砕けて崩れ落ちる波と成功に作られたかのように積み重なった黒い六角形の石柱がまるで屏風のように広がっていますチュサンジョルリは自然の偉大さと絶妙さを同時に感じることができる 資源として天然記念物に指定されていますチュサンジョリリは主に玄武岩の類に現れる垂直型の柱で火口から流れた分厚い溶岩が急激に冷えることで収縮し出来上がりますここの中状設理は高さ約30から40メートル幅は約1キロメートルで韓国最大規模を自負していますチュサンジョリは地図上は ソギポ市のチュンムンにあります。また、昔の地名であるジサッケ、岩という意味のバウイを合わせてジサッケバウイとも呼ばれています。チュサンジョルリから見える海の風景は、晴れの日でも風の日でも、いつも素敵です。波が荒い日には、まるで渦巻く竜のような、高さ20メートル以上の波の壮観が演出されることもあります。その時は、濃い磯の香りを感じながら、 絶景を満喫するという幸運をつかむことでしょう。さあ、さらに進んでみましょうか。チュサンジョンリーからハチコース沿いを歩いていくと、ベリンネオルムへと続きます。ベリンネは、チョンジェイヨン滝の深い谷間を銀河のように流れるという意味です。ベリンネオルムの河口は、馬のひずめの形をしていますが、頂上には、ビョルノチョンヨンデというのろしをあげる場所があり、 昔は東側のデポと西側のダンポが連絡を交わしていました。この一帯は松原やホルトノキなどの珍しい植物が生息していて天然記念物として保護されています。ペリンネオルムの頂上から見下ろす青い海と春文観光団地の景色の調和が素晴らしいのでぜひペリンネオルムで時間が許す限りゆっくり過ごしていただきたいと思います。 木のフェンスと階段の道が頂上まで続いているので安全で気軽にベリンネオルムを楽しめます。